ラマーウッドリーは、ミシガン州サギノー出身のプロフットボールプレイヤー。現在 NFL のアリゾナカージナルスに所属している。ポジションは、アウトサイドラインバッカー。高校時代、後にデトロイトライオンズでプレーしたチャーリー・ロジャースや、NBA 入りしたアンソニー・ロバートソンらとチームメートで、あった彼の学校は2000年に、州のディビジョン2で優勝を果たした。 高校時代の実績からライバルズ .com に全米で14位にランクされた。彼はフロリダ大学、ミシガン大学、ミシガン州立大学、南カリフォルニア大学をはじめとする多くの大学からのリクルーティングを受けた。彼はミシガン大学へ進学した。大学では主にディフェンシブエンドとしてプレーし時々ラインバッカーとして起用された。2006年、彼はチームメイトから ディフェンスのキャプテンに指名された。大学4年時に彼は、ビッグ10カンファレンストップの12サックを挙げて、カレッジフットボールの最優秀、ラインマンに与えられる、ロンバルディ賞を受賞した。受賞歴2007年の NFL ドラフト2巡目で、ピッツバーグスティーラーズに指名された。当初、ジョン・イポーターがつけていた55番だったが、その後56番に、背番号を変えた。 デビューから2戦目のバッファロービルズ戦で JP ロスマンをサックしてプロ初サックを挙げた。この年彼はディフェンスの全プレイ933回のうち80回しか起用されなかったがチーム3位の4サックを挙げた。2008年クラーク・ハガンズがアリゾナ・カージナルスに移ったためアウトサイドラインバッカーとして先発出場をするようになった。開幕戦で3タックル。 1>, 1サック、1インターセプト、1ファンブルリカバーの成績を挙げた。第4週のボルチモアレイブンズ戦では、ファンブルリカバータッチダウンを挙げた。この年彼は11.5サックをマーク、チームメイトのジェームズ・ハリソンと合わせての27.5サックは、チーム記録となった。チームも12勝4敗で、地区優勝を果たし、ディビジョナルプレイオフでは、 サンディーゴチャージャーズに35から24、AFC チャンピオンシップゲームで、ボルチモア・レイブンズを23から14で破り第43回、スーパーボールに出場した。ウッドリーは、プレーオフ2試合で共に2サックを挙げて、チームの勝利に貢献した。スーパーボールでも彼は、カートワーナーを2度サックし、残り5秒では、 勝利を決定づけるファンブルを誘った。2009年、第16週のボルチモア・レイブンズ戦では10タックル、2サック、1ファンブルフォースの大活躍を見せて NFL より、初の週間最優秀守備選手に選ばれた。62タックル、13.5サック、1ファンブルフォースの成績を挙げた、彼は負傷したブライアン・クッシングの代わりに、自身初のプロボールに選出された。2010年、 ニューイングランドペトリオッツ戦で、トム・ブレイディに危険なタックルを行ったとして、リーグより12,500ドルの罰金を命じられた。第13週のボルチモア・レイブンズ戦では、トロイ・ポラマルのファンブル・フォースによるこぼれ球をリカバーし、敵陣9ヤードまでリターンする活躍を見せた。このシーズンのプレーオフ2試合でもサックを挙げて、プレーオフ6試合連続サックの NFL 記録を挙げて、 第45回スーパーボールに臨む。この年、10サック、3ファンブルフォースにインターセプトを挙げて、NFL でわずか5人しかいない2008年から2010年まで3年連続で2桁サックを挙げた選手となった。2011年2月23日に、スティーラーズよりフランチャンズドプレイヤーに指名された。2011年5月 NFL が導入を発表した。 危険な反則タックルを犯したチームに対する連帯責任導入についてロジャーグッテル NFL コミッショナーがアメリカンフットボールに付き物のハードヒットについて正しく理解しているのか疑問に思うとコメントをしている9月には目立った成績を上げていなかったが10月にはスティーラーズ史上歴代2位となる7.5サックを上げて AFC 守備部門月間 MVP に選ばれている 2012年2月、サラリーキャップを超えているスティーラーズと契約の見直しを行い合意した。2013年12月17日に、故障者リスト入りするまで11試合に先発出場し、41タックル、5サック、1ファンブルフォース、1ファンブルリカバーの成績を残した。2014年3月12日、サラリーキャップを900万ドル節約するために、 スティーラーズから解雇された。2014年3月13日、オークランドレイダースと2年契約を結んだ。10月に上腕二頭筋を痛めて故障者リスト入りし、6試合の出場にとどまった。2015年3月5日、レイダースから解雇された。2015年3月10日、アリゾナカージュナルスと1年契約を結んだ。ありがとうございます。